大丈夫そうかな。こんばんは、マークソンの成川です。今日の作業をしていきたいと思います。今日はですね、前回に引き続き、ちょっとしたこのキャラクターのポージングをやっていこうかなと。ほとんど今は髪の毛とか、前回は椅子の調整をしたんですけど、ポージングが全然できてないのでね、それをやっていこうかなと。で、まあ、そうですね。ちょっと首が太いのが気になるかなぐらいなんで、まあそこら辺ちょっと調整して、で、いじっていければなと。で、あとそうだ、コメントがですね、見れるようには一応してあるので、まあ、何か、その、ZBrush の質問だったりとか、使い方だったりとか、質問があれば、ぜひ、聞いてみてください。結構ね、作業集中しちゃって、あ、ついうっかり説明し忘れてました、みたいなのが 結構あるので、とそうですね、キーの配置を、お見せして、こんな感じかな。声聞こえます？大丈夫かな？さて、じゃあ椅子が出来上がってはいるので、これに合わせて。余計なものを消してですね。で、椅子がこんな感じですね。で、これに座らせたいと。で、今回ポージングに使うのはですね、まあ、このキャラクターの方だけが動けばいいので、まあ、まあ、椅子はですね、まあ、非表示にしておいて、変形すれば OK なんで、まあ、とりあえずこれで一旦保存して、で、一応サブディビジョンレベルが全部存在しているかどうかを確認してですね、これとかですね。ダイナミックサブディビジョンになっているので、これをオフにして、こんな感じかな。ダイナミックサブディビジョン悪くないんですけど、厚みが欲しいときには有効なんですけど、今回そんなに厚みが重要じゃないというか、変形させるだけなんで。あと、これもこもこもデザイン上は、なんか、デザイン確認のために必要だったんですけど、変形する際にはちょっと邪魔になる可能性もあるので、まあ、そこは、後で調整ですかね。様子見て、変形して邪魔そうだったら後で作り直せば OK なので。サイド保存ですね。さて、じゃあ、サブツールマスターじゃないや、トランスポーズマスターの方ですね。トランスポーズマスターで、ポーズメッシュを使って、
構造してきます。でも最初からですね、もうこの椅子はあくまで確認用なので、よいしょ。こっちはですね、1グループにまとめちゃって、こんな感じで。で、非表示にしておきます。あと作業しやすいようにですね、例えば、今これ、これとこれが、こう同じポリグループになっていると、こうやって選択しやすいので、こういう装飾類とかっていうのはですね、こうやって一体にしちゃった方が楽ですね。こういうベルトとかもそうですね。これらがね、分かれてると何がめんどくさいって、いちいちこの表示、非表示を切り替えた際に取りこぼしがあったりとかして、変形の妨げになるので。で、ついうっかり忘れちゃって、あ、変形してないぞみたいなことになるんで、まあ、それは避けたいところですね。あと、こういうふうに左右がですね、どちらにせよ、なんか別パーツに、てか別のポジションになることが分かっているのであれば、こういうふうに、ポリグループを分けといて、こういうふうにしとくといいですね。あと、こういうところもさりげなく、忘れがちなところなので、これらもですね、こんな感じで。で、こんなもんかな。ベルトは、OK。あと、なんか内側にあったっけ？なさそうですね。ざっくりこんな感じで、ポリグループを分けるといいですね。あと、細かいね、髪の毛とかもあれば、これ今一体にもうすでにしちゃってるんですけど、もし細かいのがあれば、そういうのもまとめておいた方がいいですね。これで左右、分かれた状態で、例えば、ツインテールのところをいじくればっていうふうに、こうやってもできるんで、ちょっと操作しづらいなとか、ちょっと変形させづらいなって言った時には、こういうふうに事前にポリグループを分けておくと、こうやってできるので、おすすめですね。まあ、じゃあ、変形をさせて、どうしようかな。まず腰を基本動かすのが、自分は多いんですけど、これ結構好みによって多分違うと思うんですけど、まずキャラクターがこう腰を動かすと。で、この今足の部分がですね、こう膝のところがちょうど椅子のところに来るようになってるので、こういう状態にして、まあ、足は固定してですね。あ、そうか。足を曲げた方がいいかな。そうだな。スカート。これが結構難しいのが、ここの真下がですね、まあ、こういう風になってるんで、よいしょ。こういう風にマスクしてやって、まあ、腰動かそうと思ったら、服と腰が別々に動くので、ちょっとそこら辺がめんどくさいですね。軽くマスクしておいて、こんな感じで。で、ぼかし加えておいて、反転させて、こっちは全体をマスクさせておいてですね。で、さてさて。
ここでは曲がらないので、まあ、こんな感じにしておいてですね。結構ここら辺の微調整でだいぶ時間かかりますね。あとよくありがちなのが、こういうふうにお腹にがっつり入っちゃって、結構痛そうな感じになるので、まあ、この辺は後でスカルプトで調整ですね。マイクの音量、マイクの音量、あれ？ちょっと待ってくださいね。マイクの原因がよいしょ、いじってないんですけどね。ああ、これでどうでしょう。ととととと。もうちょっと上げた方がいいですか。うん？うん。これでどうでしょうか。聞こえますか。お、ありがとうございます。音量は調整してないんですけどね、まあ、たまになんかちっちゃく感じられるというか、なんかすごいことになってる。あのちょっとたまにちっちゃく感じることがあったりしますね。スカート周りはちょっともう一回後で調整するかなみたいですね。よいしょ。ラッソでこっちをマスクして移動させて、おっと。このマスクは解除して。で、ここのスカートをちょっとですね、垂れさせてって感じですね。現状今、何も垂れてない状態なので、本当に浮いちゃってるので。よいしょ。こんな感じで。で、これが膝の部分にぶち当たってるといいんですけど、今ちょっと膝が違和感があるので、まあ、ここら辺は後ほど調整ですね。で、同じく。ここら辺をですね。まあ、どちらかというとポージングがメインなので、まあ、この辺は後回しで微調整するとして、なんかもっと座ってる感出したりとかですね。ちょっとお腹が気になるので、お腹がボコンとなってくるので
これは直してですね。ちょっとマスクもうちょっとぼかしてよかったですね。さすがにね、ちょっと足組んだりとかするのも考えたんですけどね、どういう足、なんか、座り方がいいのかなって悩んだんですよね。まあちょっとここら辺の腰回りとか、ここら辺はちょっとまた後で調整して、まあ、ざっくりとりあえず、座れればいいので、あとこの子、すげえ足が長いんですよね。ちょっと違和感がある感じ。たまに現実世界でめちゃめちゃなんか足が長い人いますよね。なんかモデル体型といってもなんかめちゃめちゃなんか足長くて。これどうなってるんですか？ ダイスは表示にして、ここら辺をマスクですね。お、シンメトリーはいらない。ああ、そうだ、杖も作りたいのに、杖を追加したいんですよね。杖をですね、どっかで持つような。感じの造形をしたいので。あとそうですね、これ、スネークフック使ってるんで、例えば、服にこういう布がはまってなくなっちゃった時に、どうするかっていうと、ムーブトポロジカルブラシがあるので、よいしょ。そうすると、下の服はいじくらずに、こうやって、あ、下じゃない、下の体はいじくらずに、服だけいじくることができると。なので、サブツールが分かれてれば、こういうふうに、変形もできますね。ただまあ、こういうふうに、別のジオメトリになってる場合にはこういうふうになるので、まあ、たまに非表示にしたりとかして、調整は必要ですけどね。こんな感じ。この辺はまた後で。あとは、背面マスクとか使って厚みだけ調整したりとか。この辺は毎回説明してる感じですね。キュートシーンみたいになった いますね。小顔で、しかもめちゃめちゃ足長いって。すごい。今ちょっと腕の部分がですね、まあ違和感があるんで、まあ、この辺はまた後で、ここのグニッと曲がってるところとかっていうのはまた調整するので。何でもかんでも一発でやろうとしないって感じですね。まあ、結構難しいのでね、一発でやろうとすると。あとは、結構印象が変わるのが、やっぱ手の動きなので、手のポージングだったりとか、手の位置をですね、早めに決めておいた方が、
よかったりしますね。あと今これ、マスクしてぼかして曲げてますけど、ま、曲げるときにぼかさない方がいい場合もあるんですよね。で、杖はそうだな。どうしようかな。巻き締めて。こんな感じ、内側に。で、グーにすると。これめんどくさくて、なんか手別にしちゃうとかいうのも、まあ、作業の流れとしてはありますね。手分けておいて、手だけ別にしておいて、あとでそこ微調整みたいな。指も全部切っておいて、個別に曲げていくみたいな人もいますし、まあ、自分みたいに全部指くっつけといて、やる人もいますし、まあ、ここら辺は結構好みですね。まあ、自分結構ね、時期によって作り方が変わっててですね、まあ、くっつけて作業する場合と、まあ、くっつけれないでしっかり分けた状態で作業する場合と、なんか時期によって好みが分かれて、例えば目のところをテクスチャーでやったりとか、あとはポリペイントだけでやったりとかする場合もありますし、ジオメトリを分ける場合もありますし。なんかいろいろやってみて、実験的に自分にしっくりくるワークフローみたいなやつを組んであげればいいと思うんで。Hello, welcome. そうですね、指ちょっと難しいですね。指はね、自分もね、毎回毎回後回しにしちゃうんで、後回しにすると、その爪の作業も結局連動して後回しになっちゃうので、自分の場合はできる限り、こう、早い段階で指の形を決めておきたいなって思うんですけど、毎回毎回後回しになって。連動して動いてなかった。あとそうですね、たまにこういうふうに自分のこう操作した結果、こういうふうに重なっちゃったりとかするんですね。で、これってどうしたらいいかって言ったら、こういうふうに一回ポリグループを分けてしまって、で、分離させて、一体ポリグループをですね、自動グループで分けちゃって、おっと、こんなに分ける必要ない。どうしよう。これですね、ポリグループ分けて、で、それもう一回組み直せば、おっと、例えばこんな感じで。
そんな感じで組み直せば、まあ、これであとは好きなところをいじくっていけるので。